大学生二十歳でコンビニでアルバイトをしております。理不尽に切れてくるお客さんで、捨てゼルフィーに名前を覚えたからなと言ってくる人がよくいます。本社に連絡するだけだと思いますが、私にマイナスのことはあるでしょうか？ありません。また本社に連絡する以外に名前を覚える意味あるんでしょうか？名前を覚えたからなっていうと、ビビる人がいると思ってるからやってるんですよ。なので、残念ながら、ハゲマントさん500円払って僕に相談してる時点で、そのどうでもいい理不尽に切れてくるお客さんの術中にはまってます。では、そのハゲマントさんが不安になるようなセリフを言いたいっていうので言って、不安になってしまったので、そこはもうやられてます。なので、次回からは、名前覚えたからなって言われたら、あ、鈴木です鈴木です覚えてください鈴木ですっていうので、今度は鈴木を押しをしてみてください。鈴木かどうかわかんないけどね。っていうので、要は、相手は嫌がらせをしてきてる以上は、その嫌がらせが無効ですよっていうのをやると、相手が困るので、嫌がらせ押しをしてみてください。新社会人です。会社に細かくて嫌味なおばさんがいます。私は HSP なので、些細なことでも気にして、キヨキヨしてしまい、そのおばさんのせいで会社に行くのが憂鬱です。おばさんと私は近いポジションなので逃げ切れないのです。上司の私は気にするな、そういう人もいると軽く足のわれました。私はどう対処すべきでしょうか。気にしないメンタルが欲しいです。まず、おばさんに嫌われてみて、見てください。細かい嫌味が言われるたびに、大きな声で、あーって言ってみてください。多分嫌われます。でも、嫌われ続けるんですけど、毎回ずっとやり続けてください。そのうち多分、おばさんが、根が折れて、嫌味を言わなくなります。で、周りから、ちょっと変な人って思われるかもしれないですけど、思われても大丈夫です。給料は出ます。要は、嫌味を言われた時に、あーって言ってるって言って、それを理由にクビにすることって、日本の労働基準法できないんですよ。その仕事の能力が低いとかであれば、クビにできるんですけど、まあそれでも結構クビにするのって難しいんですけど、言われた仕事はちゃんとやってますと。ただ、そのおばさんに嫌味を言われた時だけ、あーってなるってなると、周りの人は、確かにあなたおかしいよねってなるんだけど、原因として、その嫌味を言うおばさんが悪いんじゃないのっていう方向に今度は向くんですよ。なので、おばさん嫌味言うのやめたらっていうのになるんですよ。で、まあ、ならないんだったら、ずっと、あーって言い続けると、多分、おばさんも、嫌になってやめると思うんで。そういう意味で、企業屋さん得意なんですけど、耳叩きながら、あーっていう練習をしてみてください。はい。現在大学生です。学歴中で自分より下のランクの大学を見下す人に対して、ひろゆきさんならどう対処しますか？僕は基本無視して絡まないようにしてますが、これは正しいのでしょうか？まあ、気にしないっていうのもあるんですけど、今日たまたまどっかで見たやつで、なんかその、同じ会社に入ってて、その、高学歴な人が学歴マウンティングをしてくるっていうのに対して、そんな言いたく言ったのに僕と同じ会社にしか入れなかったんですねって言ったら、それ以上なんか学歴マウンティングしなくなったっていうのがあって、なのでその学歴マウンティングする人って、その、要は自分が恵まれた状況になってないので、学歴マウンティングしたがるんだと思うんですよね。例えばその、Google とか入ってたら、その Google という会社に入ってて、その時点でステータスを得られてるので、その Google の中で、じゃあ早稲田ですとか慶応ですとかって言っても意味ないと思うんですよ。じゃあその Google の中で、じゃあこういうソフトウェアやりましたとか、こういうオープンソースのコミッターやってますとかっていうところで今度戦うようになるので、自分が自信に持てるものっていうのが何かあれば、そっちで戦うと思うので、まあ、そういうのがない人なんじゃないかなと思います。はい、マルチに勧誘されたことありますか？どうやって論破されたかも教えてほしいです。勧誘されたことありますけど、この話前もしたと思うんですけど、どっかから旅行してきた帰りに新宿駅の南口のマクドナルドで、そうなんか自己啓発みたいな人になんかおごってくれるからちょっと話させてって言われておごってもらったんですけど、でなんかドイツかなんかに留学して、それがなんか僕の人生にとって素晴らしい経験だったみたいなこと言ってたので、そんなのが人生の中で一番素晴らしい経験って、本当人生で何も達成してないんですねあなたみたいなこと言って相手を泣かしたっていう話を前にしたことはあると思うんですけど、はい、そんなことをしてました。パワハラ系の上司に、ああうるせえよって言い返したら何も言ってこなくなりました。後悔でした。おめでとうございます。結局その本当に強い人ってパワハラしないんですよね。その自分が強いと思ってるポジションの人って本質的にはその自分が強いと思ってるだけで強くはないんですよ。なので自分が強いと思ってるっていうのが脅かされる状況になると素が出るんですよね。要はそのポジションが高いから逆らってこないだろうっていう人って、そのどんどん強気に出るし、偉そうに言うし、言葉遣いも荒くなるんですけど、実際問題は本当に喧嘩に強い人ってそんなことあんましないんですよね。本当にめちゃくちゃ強い人って割とその礼儀正しいし丁寧だし怒らないんですよ。要は怒った時に、俺怒ったぞとか殺すぞとか、これ以上言ったら殴るぞとか言わないんですよ。無言で殴って潰しちゃうんで。なのでその相手を威嚇するっていう行為って本当に強い人しないんですよね。
だからその、まあ、あの、よくその喧嘩になってなんか刺すぞ刺さないぞとかっていうので、なんか揉めたりっていうのがそのチンピラ的な人だったらあると思うんですけど、本当に刺す人は無言で刺してきます。要はこれから刺すぞって予告したら避けられちゃうじゃん。なので、殺そうと思ってたら、もう最初から殺しに来てます。殺すぞとか言わないですと。なので、割とそのパワハラ的な、じゃあその相手に対して大きな声を出すとか威嚇をするとかっていう人は、実はその物理のあんまり自信がないっていうことな気がしますけどね。はい。21歳大学生です。今広島に住んでいて大学のクソみたいな友達からガチ文化祭という青春時代を再現するイベントを千葉の廃校でやるんだけど来ないと出されました。しかしなぜわざわざ千葉でやるのか理解できず、参加するとしても多額の交通費と参加費がかかることを考え嫌ですと答えても分からず、その友達がしつこいです。この場合ひろきさんはどう対処されますか？ご教授願います。何をするのかを聞いてみたらいいんじゃないですか。その何をするのかを聞かないで断ると、そのこれだけ面白いのに断るっていうのは、なんか本当にやった時に損するから来た方がいいよみたいになるんですよ。なので、どう面白いのか説明してよって話を聞いて、でもそれ千葉じゃなくてもできるんじゃね？で、いくらでもできるんじゃね？っていうので、で、最後にそんな金ねえから金貸してっていうと、多分金貸してくれないと思います。学生の時にその新聞の勧誘とかが割とうちに来たんですけど、で、僕その勧誘の人に必ず言ってたのが、その新聞を取った方が、そのなんか学生としてなんか価値があるとか、なんかあの将来そのなんか豊かな生活なら分かりました。ただお金がないのでお金貸してくださいって言って、あのお金貸してくれたら契約します、ただ返すあたりは一切ありませんって言って、じゃあお金貸してくださいで、あのいつ貸してくれますって話をすると、大体返ってくれるんですよね。だからそんなにそのなんか進めるんだったらお金貸してくれればいいのにと思うんですけど、そのなんか何を言って分かりました分かりました、じゃあ貸してくださいっていうのをずっと言ってると、あのなんかいろんな理由をつけていなくなってくれるので、なので基本的にはそのお金をあの出してください系の勧誘には、あのお金を貸してください、その金額貸してくださいっていうのをずっと言い続けると、大体帰っちゃうっていうのがあったりします。はい。NHK 払いたくないんですけど、しつこく来ます。どんな断り方がいいですか？ひろきさん日本にいた時払ってましたか？僕自分で NHK 払ったことないですね。あのお金ないっすって言って、じゃあ NHK 払いたいんでお金貸してくださいって言ったら、お金貸してくれないっていう人しか僕会ったことないので、なんでお金貸してくださいって言うと結構払えって言われないですね。集金の人ってそんな毎週来るの？僕昔アパートに住んでた時に1回しか来なかったですけどね。あの結局ね、取りやすそうな人のところに行くんだと思うんですよね。あの集金の人って別に NHK のその正式なスタッフではなくて、単なるあの属宅のその契約を受けてる営業スタッフなので、お金取りやすい人のところに行くんだと思うんですよね。多分ね、毎週行くってことは押したら払いそうって思われてるんだと思うんですよね。基本的にそのね、話が通じそうって思われてるっていうのはデメリットなので、話通じなそうっていうその空気感とかオーラとかっていうのを出した方がいいと思いますよ。だからそのお金ないって言った時、僕家の中で半裸でしたからね。先日引っ越ししました。自治会への加入を断ったところ、マスクをしていない隣のおじさんと知らないおばさんに仕事終わりを待ち伏せされ勧誘を受けました。迷惑ですし、看護師をしているため不要な接触を避けたいです。待ち伏せをやめさせる方法と加入の断り方を教えてください。私コロナですって言えばいいんじゃないですか。多分コロナですって言うと、あの濃厚接触者になって勧誘ができなくなっちゃうので、なのであの私コロナですって言って、あのこう唾をペッとかってつけると、多分二度と近寄ってこないと思うんですよね。そのなんかあの勧誘してくる人とか自分に害のある人に丁寧に親切で対応しようとする人ってたまにいるんですけど、あれ何なんですかね。僕あの自分に対して嫌なこと迷惑なことをしてくる人は敵なので、あのむしろ何をしてもいいという大義名分をもらえたという形で嫌がらせをするチャンスっていう感じで、僕嫌がらせを積極的にする方向なんですけど、なのでなんでそのなんかその嫌がらせをする人に対してその丁寧に対応しようとするのか分かんないですよね。接客業を教える37歳女です。態度が悪かったり理不尽なクレームを入れてくるお客さんを接客するために嫌な気持ちになります。どうしたらそんな方からに気持ちを乱されることなく淡々と接客できますか？僕あんま気にならなかったんですよね。昔あの携帯電話会社の故障受付をやってたっていう話をしたかと思うんですけど、そのやっぱクレームを入れてくる人とかその頭のおかしな主張をする人っていうのがいるんですけど、その僕に対して言ってるわけではないので、あ、こういう頭のおかしな人がいるんだ、へーっていう感じでふわーっと聞いてましたね。でなんかめんどくさくなると、とりあえず電話止めてました。ちょっとじゃあ上司に確認しますって言って、別に上司に確認もしないで、とりあえず止めといて、なんか適当にジャンプとか読んで、あの10分ぐらい経って、いやーちょっと相談したんですけど難しかったですねみたいなこと言って、でまたわーって言われたら、あ、じゃあまたちょっと上司に相談しますって言って、またこう10分ぐらい放置っていうやるだけで、まあそういう時時給1300円ぐらいだと思うんですけど、要はあの10分頑張ると1300円だから大体200円ぐらいもらえるんですよ。なのでその人がその何か言ったせいで僕が10分間ほっといてる間ジャンプ読みながら200円もらえるんですよ。
で、クレームの対応してるっていうのは周りは分かってるので、なんか西村さん頑張ってるよね感は出てるんですよ。要はクレームの人って、そのクレーム入れてくれあの人だよねっていうのが、まあデータベースあるので、あの人の対応今やってるから大変だよねっていうんで、割の人って割とその、ちゃんと僕頑張ってる感で理解してもらえるんですよね。っていう感じで、そのお金ももらえて漫画も読めて、で、周りからの評価も上がるっていうので、割と僕クレームは嫌いではなかったんですけど、なので、その、自分が言われてるとか、その、相手が、その、対等な人間だから、真摯に扱わなければならんとかっていうふうに考えない方がいいと思うんですよね。クレームを入れてくるという動物がいて、で、その動物に対して、どれだけ安いコストで自分の利益を最大化するかっていう。言い返すとかって時間の無駄なんですよ。要は、相手の人って文句を言いたいだけなので、で、言い返すのも頭使うじゃないですか。なので、その、わーって言わせておいて、はい、はいって言いながら、こう、ずっと漫画読んでると、はい、ですよね、はいって言ってて、で、聞いてるって聞いてます。みたいな。で、同じこと何度言われるんで、ですよねって言いながらずっと漫画読んでるとお金もらえるんですよ。なので、結構お得っていう。で、まともなお客さんの場合って、質問があって電話をしてくるんで、ちゃんと質問を聞いて、ちゃんとした回答を言わないと、その、仕事として怒られるんですよ。でも、クレームの人って質問ないんですよ。俺の怒りをぶつけたいとか、俺の家に電波が届かないから何とかしろとか、もう不可能なこと言ってくるんですよ。なんで、不可能なこと言ってくるんで、不可能だなって思ってるので、もうこれ以上話を聞いてもしょうがないと。要は、僕が努力して可能になることであれば、多少は頑張れる余地はあると思うんですよ。例えば家に電波が届かないっていうパターンで、室内用アンテナを貸し出すっていうパターンがあるんですよ。で、それは最寄りの移動ショップに行ってもらって、で、その113、157かに電話してもらった時に、その電波届かないっていうので、そのエリアのマップを見てもちょっと端ぐらいなので、じゃあその、相談の結果、その室内用アンテナを借りれることになったみたいなとこ、ここに持ってくと、まあショップに行って室内アンテナを貸せるっていうのができるんですけど、そのタイプで、まあ僕が頑張って上司にその報告書あげればいけるパターンと、もうその、電波届かないから基地局増やすみたいな、もう不可能じゃんそれとか、電話の持ち時間が短いとか知らんがなみたいなパターンがあるんですよ。まあ新しくバッテリー変えやっていうだけなんで。っていう感じで、そのできないことに関しては、っていうのでずっと話を聞いてるだけで済むっていう。はい。私は口論等になった時にこちらの意見を大声で遮り、自分の意見ばかり言ったり全く関係ない話をしたりする人が苦手です。なので相手の意見を最後まで聞いて感情的になる相手の言い分に沿って話を進めるひろゆきさんには好感を持っています。ここで質問です。ひろゆきさんはそういうとにかく大声で人の話を遮ってくるような人にはどう対応しますか？僕、遮って大きな声で喋る選手権やったらかなり上位に自信あるんですよね。まあ、基本地声実は大きいのと、あと早口なんですよね、僕。なので、その、大声遮る選手権をやったら絶対勝てる自信はあるんですけど、とはいえ、そのスキルは僕は使わないようにしてるんですよ。なので、まあ、やりたければそちらの勝負も全然できますよっていうのもあるんですけど、ただ、それをしないと決めているのでしないっていう。で、なんだな、大声で遮る系の人は、ひとまず最後まで話を聞いてください。で、バーって言い終わった後に、多分その言い終わって止まるんですよ。そしたら、まだ聞きますよってずっと言ってると、多分言い終わるんですよね。で、言い終わりましたかって聞くと、まあそれでも言うんだったら言わせて、で、言い終わりましたかって何度も聞くと、最後にじゃあ、これで全部だよっていうと思うので、それから自分の意見を言うっていうのをやればいいんだね。まずその、思ったこと考えたことを言いたいっていうのと、あと、その相手が何かを言ったら、それに対して反論したいっていうのがあって、被せてくるっていうのがあるので、ひとまず相手の言い分を全部言わせるっていうのをやると、で、さすがにもう、ないですって言った後に言われたら、いやいや、さっきないって言ったじゃないですかっていうツッコミができるじゃないですか。なので、そういうその、相手にとりあえず言い分を全部言わせるっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。25歳会社員です。ある特定の先輩から他の人では何にもないことで怒られたり、怒る必要のないことでも怒られたり、家庭のことにかなり踏み込んでこられ、監視されてる感じがして夜眠れなくなりました。上司に相談しても、お前のためを思って言ってるんだ、その一点張りで理不尽なことに対しても全く向き合ってもらえません。今の仕事に対してもやりがいを感じているため辞めたくないですが、この現状をどうにかしたいです。ゆるゆきさんならどうしますか？多分その先輩が、好意を持ってるか悪意を持ってるかわからないんですけど、あなたに対しての関心が強いんですよね。要は嫌いっていうのも関心で、好きっていうのも関心で、なので無関心という状態ではないっていうのがまず認めてください。で、それが好きっていうのであれば、嫌がってるというのをきちんと伝えてください。で、嫌いで関心を持ってるのであれば、めちゃくちゃ嫌われてください。
要は、その、嫌いだから関心を持って関わってくるっていうのが、自分自身にデメリットがあるっていうのが分かるぐらい嫌がられるようにしてみてください。まあ、よくその、話しかけられた時に大きな声を出すとか、突然ゴミ箱を蹴るといいんじゃねみたいなこと僕言うんですけど、相手がやってくることが嫌であるっていうのを、ちゃんと伝えないと、分かってくれない場合があるんですよね。なので、その、自分が、例えばなんか悪口言われましたって言ったら、突然ゴミ箱バーンって蹴ると、周りが、この二人何があったのってなるじゃないですか。で、毎回毎回ゴミ箱蹴ってると、いやいやもう、そのなんかあの人に話しかけるのやめなよ、みたいな、っていうのが周りがこう止めてくれたりするので、なので、その自分に好意を持ってるのか、嫌悪感を持ってるのかって確認した上で、その、相手が好意を持ってるんだったらそれをうまく利用するべきだし、嫌悪感を持ってるんだったら、もう近づくだけ損だよねっていう方向に行った方がいいんじゃないかなと思いますけど。